回はお菓子作りでよくある質問、レシピのお砂糖を減らしても大丈夫？についてお答えしていきたいと思います。お菓子って作っているとわかると思うんですけど、結構な量の砂糖を使うんですよね。なるべくヘルシーに作りたいから砂糖を減らしたいなんて思う方もいらっしゃるんじゃないかと思います。そこで今回は砂糖の役割をお伝えしながら、実際に砂糖の量を変えて3種類のカップケーキを作ってみたいと思います。まずはじめにお菓子作りにおける砂糖の役割を見ていきましょう。1、お菓子をしっとりさせる。砂糖には素材内部の水分を抱え込む保水性という性質があります。生地作りに砂糖を使用することで乾燥を防ぎ、しっとりと仕上げることができますよ。2、焼き色をつける。砂糖は加熱すると褐色の物質に変化するメイラード反応という性質があります。クレームブリュレの表面を焦がしてカラメルにしたり、焼き菓子に焼き色をつけたりするときにこの性質が使われます。3、保水性を高める。砂糖には素材の内部の水分を引き出す脱水作用という性質があります。この性質を利用したのがジャムやマーマレードです。4、泡を安定させる。卵白や生クリームに含まれている水分を保持する働きがあります。5、タンパク質の凝固を和らげる。タンパク質が熱で変性して固まるのを抑制する性質があります。プリンなどを作るとき、砂糖が多いと凝固温度が高くなり固まりにくくなることで、より柔らかで滑らかな口当たりに仕上げることができます。このように砂糖には単に甘さをプラスするだけではなく、美味しいお菓子を作るための重要な役割があります。それでは実際に砂糖の量を 10%、70%、30% に変えてカップケーキを作っていきたいと思います。それでは実験スタートです。まずは 100% のお砂糖を加えて作っていきます。100% のお砂糖では生地を垂らした時にしっかりと筋が残るぐらいになりました。次に 70% のお砂糖です。70% のお砂糖では 100% のお砂糖とあまり変わらない状態になります。最後に 30% のお砂糖です。30% の砂糖は泡立ちが悪く、いつまで混ぜてもふんわりしていません。 100%、70%、30% のお砂糖を加えて混ぜた生地がこちらになります。 100% のお砂糖は一番泡立ちが良く白っぽくもなっていますね。それに比べると 30% のお砂糖は泡立ちがかなり悪く、色も黄色っぽくなってますね。入れてみました。 30% のものは泡立ちが悪いせいか、他の2つと比べて生地の量も少なくなりました。それではオーブンで焼いていきます。はい、では焼けました。右から順番に 100%、 70%、 30% のカップケーキです。まず高さから見ていきましょう。砂糖が多い 100%、70% の方が生地の膨らみが良く高さが出るという結果になりました。 30% はお砂糖が少ないせいか、あまり膨らみが良くない結果になりましたね。砂糖には気泡の安定性を高める働きがあるので、お砂糖の多い生地は泡が潰れにくくなり、ボリュームが出たのではないかなと考えられます。次に焼き色です。100% と 70% のものはあまり大差がなく、綺麗に焼き色がついたかなと思います。それに比べて 30% のものは色ムラが激しく、焼き色も若干薄い仕上がりになりました。砂糖の量が多ければ多いほど、メイラード反応によって多くの褐色物質が作られ、濃い焼き色がついたんではないかなと考えられます。最後に食感を比較しています。
100% のケーキはしっとりふわっとした軽い食感で口の中で優しくほどけていきます。 70% のケーキは 100% のものに比べるとしっとり感がやかけるもののほぼ同じようにしっとりとした食感に仕上がりました。 100% のケーキは生地が詰まっていて硬い仕上がりになっちゃいましたね。口の中に入れるとボソボソとした食感で甘さもあまりなく独特な味になってしまいました。はい、今回の検証の結果、砂糖の量を極端に減らしてしまうと失敗の原因にもなりかねないということが分かりました。砂糖の量は参考にするレシピの 70% から 100% の間で調整することをお勧めします。それでも砂糖の量が気になるという方は食べる時間や量に気をつけて調節するのがいいかもしれませんね。皆さんもぜひ砂糖の役割を覚えて自分好みのレシピを作ってみてくださいね。